はい、皆さんどうもこんにちは、ライナーズです。僕は今押上駅から引船駅に向かって東武電車に乗っているところなんですけれども、この電車は急行ということでですね、西新井という駅まで行きます。まあ、ここでは僕の大好きな京成線が並走していて、まあ、京成がちょっと見えるかなと思ったんですが、対向列車が来てしまいましたので隠れてしまいました。今回はですね、東武のローカル路線である東武大師線という路線に乗ってみようと思います。一本前の動画で東武亀戸線というね路線を取り上げたんですけれども、それとミックスした感じの、なんか似たような感じの路線になっていて、まあでも面白い路線になっているので、そちらをぜひご紹介しようと思います。またこれ珍しい常磐線、赤い常磐線の電車がやってきました。これはすごく珍しいんですよね。僕も見ていて通ったのでね、急にねと動画を撮り始めてしまったんですけれども、これが見れたのはラッキーなことです。この川は多分荒川でいいと思います。荒川は東武 JR 常磐線、そしてつくばエクスプレス線の3路線がこう一斉にね渡るというところで、あ、これ見てるとすごいね、やっぱり鉄道ネットワーク、日本の鉄道ネットワークっていうのはすごいなというのが分かります。それで西新井という駅に到着しました。北千住の次の駅です。でここから乗る東武第一線の車両が、これね、前も多分ご覧になった方いらっしゃると思うんですけれども、東武亀戸線のね車両とねそのまま一緒じゃないかと思うんですけれども、そうなんです、ここ東武亀戸線とかこの東武第一線とかは同じ車両、東武8000系という車両がね使用されております。では案内の通り大師線の方に向かっていきたいと思います。そして大師線乗り場とあるんですけれども、ここにね改札があるんですね。この奥が大師線みたいなので、大師線の乗り場はこっちじゃなくてこっち側、この改札を通っていくみたいです。同じ東武鉄道なのにね改札を通っていくんですね。これは結構面白いポイントなのかなと思います。あとはこの辺り券売機もですねあります。あとはエレベーターとかもあるんですけれども、エスカレーターはなく階段です。階段だけということなのでですね、利用者があまりいないのかなというのが想定できます。で大師線というのはこの西新井と大師前の1駅だけなっていて、1駅とかね2駅だけになっていて、1駅の区間しかね走らないんですよ。超ローカル路線で、でも都心なんですよね。電車がゆっくりガタゴトとやってきました。この東武大師線は大師線という、ね、名の通り西新井大師っていうのが終点の大師前駅からちょっと歩いたところにあるんですけれども、それのね参拝客お参り列車のために作られたという路線では実はないんですよね。その役割を持っているんですけれども、その前にですねすごい壮大な計画がありましたので、大師前駅に着いたらご紹介しようと思います。西新井を帝国通りに出発しました。大師線は1面2線ということでですね、一応昼にね車両交換というのがあるので、その時だけ1面2線両方とも列車が埋まるそうです。で右側にはですね4つかな線路が並んでいると思うんですけれども、これが東武伊勢崎線、愛称でいうと東武スカイツリーラインです。でまっすぐ東武伊勢崎線は行くんですけれども、この左側にそれるのが大師線ですね。単線になっています。
ということで、西新井から次の駅ですね、多分1分半もかかんなかったかなというぐらいで大島駅に到着です。乗るお客さんは数名いらっしゃいますね。大島駅へゆっくり進入していきます。この列車はこの先ほどというか前に挙げた亀戸線と同様ワンマン運転を行っていて、運転手さんしかいません。なので発車する時もですね、発車いたします、電車から離れてくださいみたいな、なんか、ね、そういう放送が流れていました。終点の大島駅に到着です。すごく広い、なんかドームみたいな駅舎をしている大島駅、特徴的な駅舎ですね。ということで大島駅は西新井駅とは全然構造が違って一面一線ということになっております。なのでホームはめちゃくちゃ広いです。大晦日や元旦になると多分西新井大師へのね参拝客がすごく多くなって、ここにはものすごく人がね多分いるとは思うんですけれども、そういう時もね一度行ってみたいですね。全然このここさ今来たとの光景はね多分違うと思います。ということで東武大師線なんですけれども、今はですね西新井大師の参拝客や、あとは大島駅周辺に住んでいる方の、まあ、路線、地域密着路線ということで活躍されているんですけれども、ここね何やら変なね、なんかちょっと空間があるんですよね。このスペース見てください。ここなんかね皆さん線路が敷けそうなスペースがあるじゃないですか。ということでここはですね線路が敷けるようなスペースになっています。似たような駅で京成線の京成碓井駅やゆかりが丘駅も前取り上げた動画であると思うんですけれども、そんな感じで線路が敷けるスペースはあるんですが、ホームはですねもう埋められてしまっているので、ゆかりが丘駅みたいな感じでホームがねまだ埋められていないという感じではなく、もうホームが埋められてしまっているのでもうね現実的ではないんですね。なので一面二線としても将来的にはこう列車の本数が増えるとか、なんかそういうのももう見込んでつけられたのではないかなと思います。まあでもホームがもう埋められてしまっているので、ね、多分無理だとは思います。それですぐ列車は発車していきました。この列車がね何度も西新井大島へをずっと往復しているんですね。まあ昼に車両交換とかがあったりもするんですけれども、でこの東武大師線なんですけれども、西新井大師の参拝客を目的とした列車というわけでは最初はなかったんです。もともとはですね東武、この伊勢崎線の西新井大師駅から東武東上線の上板橋という駅を結ぶ上板線という路線がね計画されていて、その上板線の一部が西新井と大島へこの一区間だけ建設されたんですね。なんか土地の取得が困難だったりとか、あと関東大震災などが起こってしまったりとかして、まあその計画は頓挫してしまったんですけれども、東武鉄道は東上線の系統と伊勢崎線の系統と2つで分かれてしまっていて、つながっていないんですよね。なのでこのように一区間がのね路線ができてしまっている、こう不思議な路線がね誕生しました。今はこの西新井大師へのお参り列車としてもすごく活躍していますね。西板線ができたらね多分東武はまでもっと変わってたんじゃないかなと思いますね。なんかね池袋駅を東武の拠点の駅へねしようとしていた計画もあったみたいです。今でもまあ東上線の拠点の駅なんですけどね。では下に降りてみたいと思います。ちょっとねなんか蔵っぽいというか黒かな印象がねありまして、なんかちょっとお寺っぽい感じがしますね。あとはここにねテナントもありまして、この左手ですね耳鼻科と書いてあって、これが東武大師前耳鼻科ということで病院も入っているんですね。駅の中に病院が入ってるってなかなかないんじゃないですか。ということで駅の中だからね病院に行く人はね必ず入場券が必要ということになってしまいそうです。では降りてみたいと思います。東武バスのね案内もあって、ここから先東武鉄道から東武バスへの乗り換えることもできます。人はね、まあ、まばらで日中なのでねあまり人はいらっしゃらないんですけど、改札を出たいと思います。待ってこれ有人改札というか人いらっしゃらない、いいんだよね、いいよね行って。おお、まあ出られちゃったけど大丈夫かな。なんか僕不正乗車してないですかね、大丈夫ですかね。ちょっと心配になってきちゃったんですけど、でもさっきの人もヒューって普通に通ってったから多分大丈夫だと思います、多分大丈夫だと思います。では大島駅の駅前をねご覧いただければと思います。大島駅は3階建てになっていて非常に大きな駅です。大規模な駅という感じになっていますが、
で、この駅実はね、無人駅になっていて、運賃表はあるんですけれども、券売機や改札がない、非常に珍しい駅となっております。ここに張り紙を見つけました。お願い、当駅では切符の発売はいたしておりませんので、そのまま乗車して西新井駅でお求めくださいということで、ここにはですね、改札がないんですよね。面白いな、これは。ということで、改札がない駅、不正乗車し放題ということで、しちゃいけないんですけど、すごい面白い駅にたどり着きました。東武の大島駅、ものすごく立派な駅、3階建てで都内にあって、都区内にもあるのに、これで駅員さんがいないとは、超驚きですよね。なので、先ほどの耳鼻科に行く方も、入場券などは必要なく、無料でこの駅構内に立ち入ることができて、耳鼻科に通うことができるので、安心して通うことができます。あとはね、もう一つの入り口というか出入り口がありまして、こちらも改札あるのかなと思いきや、改札はなかったんですね。有人改札みたいな箱型のね、改札はあるんですけれども、別に駅員さんがいるというわけではありませんでした。で、このまままっすぐ、この行くと、西新井大師があります。お、ここの駅名の看板は立派ですね。大師前。ということで、今回は、東武大師線ということで、切符はいらない電車、こちらに乗車していきました。皆さんもぜひ、東京都内に観光した際には、ぜひ東武、鉄道の大師線に乗車してみて、この大師前駅をぜひ味わっていただければなと思います。僕も今回初めてね、乗車したんですけれども、なんか切符とか IC カードとかね、タッチしないで乗っているのがすごく違和感って感じまして、本当にこれ、大丈夫なのかな乗っててということがね、途中ですごく思い出すというか、そういうことがね、何回もあったんですけれども、これはね、立派なちゃんとした不正乗車ではありませんので、安心して乗車していただければと思います。なので、西新井大師じゃなくて西新井から大島駅に乗る時にはですね、もう西新井駅で大師線の分はもう清算しているということなので、安心して乗ってほしいです。でも、この大師前と西新井を往復してね、不正乗車とかする人はね、多分ね、いないと思うんですけれども、そういうのはね、やめておきましょう。ということで、終点の大師前駅に到着しました。この僕のね、もうトークで、大師前から西新井大師じゃなくて西新井か。ごめんなさい、さっきも言い間違えちゃったんですけど、西新井までたどり着く超ローカル路線、ローカルでもないんですけど、でもね、都区内にある面白い路線なので、ぜひ乗ってみてください。ということで、西新井駅に到着しました。東武伊勢崎線の方に乗り換えていきたいと思います。ということで、切符でね、乗車される方は、この西新井駅で切符を買うということなので、この目の前にある券売機で、西新井というかね、大師前からの切符を買うということになっています。一駅だからこそ、こういう方式ができるんですね。ということで、ここの運賃表ね、見せてくれるかな、多分見せてくれると思うんですけど、見せてくれましたね。ということで、駅名はね、大師前になってるんですけど、西新井にいるのに大師前になってるんですよね。これは面白いなと思います。ということで、今回は東武大師線ですね、こちらに乗車してみました。あ、ここでは取られてないんだ。おー、そうなんだ。じゃあ、西新井で降りるときは向こうの改札を出れば降りたという証拠になるんですよね。多分そうだと思います。なので、大師線の運賃は西新井駅では、精算はされず、東武線にね、そのまま東武の伊勢崎線に乗る際には伊勢崎線の出場駅で精算されるということになっております。なっているみたいです。ではね、この辺りで、終了とさせていただきたいと思います。と言いながら、終了しないじゃないかと思われる方もいらっしゃると思います。今、大師線が来ちゃったからですね。うわ、そっかそっか、スペーシア X が来たから、ここで待ってたのか。僕の別荘であるスペーシア X。皆さんもぜひ、スペーシア X もいいですが、東武大師線の古い電車とか、あとは改札もね、ない、この駅に、ぜひ行ってみてはいかがでしょうか。あとは最後に、僕の大好きなスカイライナー。これも別荘としていいんじゃないかなと思うんですけれども、スカイライナーも通っていきました。ということで、スカイライナーと並走するんです。並走というかね、交差したらいいんですけど、これが東武の牛田駅ですね。ここから先、京成関谷駅に乗り換えることができて、駅名が違う駅で、ここが一番離れてはいないんじゃないかなと思います。
スカイライナーはもう行っちゃいましたかね。ああ行っちゃったか。ああちょっと見えた、ちょっと見えた。京成に電車が来るかなと思ったんですけれども、来ませんでした。ということでもうすぐ東京スカイツリーの駅に到着するというところですね。ではこの辺でさせていただきたいと思います。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではですね、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら、バイバーイ。